えー、皆さんこんこにちは。RC デザインスタジオの田です、えー。今回の RCTV は、えー、木造と、えー、鉄筋コンクリート造を比べて、まあ、どっちが、えー、どういうふうなメリットがあってどういうふうなデメリットがあるかっていうのを、えー、解説していこうと思います。えー、で今日から何回かに分けてこの話していきたいんで、えー、第1回目はあのー、まあ、うん、ザックバランにえっ、ー、とどうしようかな。あのー 耐震性についてちょっと話したくて、えっ、ー、と木造です木造も最近やっぱその耐震性っていうものをやっぱ重視した家っていうのは、あのこうああの大震災っていうのがやっぱりこの日本列 とで至る所でやっぱ発生してきてると思うんですが、まあ、そういうふうなことを受けて木造住宅ってそういうふうな木造住宅と比べて鉄筋コンクリート像は、まあ、当社でいうと壁式鉄筋コンクリート像ですねがあのどちらが優れてるかっていうことについて、まあ、僕なりのあ,のあくまでも僕なりですね僕なりの意見というものをちょっと言ってみたいと思います。 あのそまあ、これ僕なりの意見って言ったのはあの答えってやっぱり出てないんですよあ,の答えってあくまでも震災を経験してその結果によって答えってやっぱりどうしても出るんですよね。あの 構造計算してある建物っていうのは一律同じ強さっていうわけではなくて、えー、例えばあの分かりやすい話で言うと1階がピロティ形式であのピロティって駐車場とかになって壁が全然ない状態であの2階から3階からあの2階から上の,あのものがマンションとかになっててずっと部屋があるような建物だとこの1階の柱のところがあのこのところが。 ラーメンでいうこの接合部が破断して倒壊している。例っていうのが、あの熊本地震でもたくさんあったんですね。で、そういう風うに壊れやすい状態っていうものがあるとで、あの構造計算をしてある。建物がまず、えっと同じ強度ではないっていう話と。 あとはそのそういう構造計算をしてない木造住宅っていうものがそういうふうな構造計算をしているものにた建物に対してどれだけ迫れていくかって話ってあると思うんですよね。この震度にあの耐震強度2とか3とかすることによって、まあ、構造計算はしてないですが、あの一定の強度っていうものが獲得できているのかできてないのかっていう話をちょっとしてみたいと思います。で、うんこのまず あの耐震強度ってあの何かっていうとそのもあの木造住宅でよくあの最近で言うと耐震強度2でしてますとか耐震強度3でしてますっていうものがよく聞かれるとは思うんですがあのまず。 えっと、建築基準法で義務付けられたあの壁体力壁の壁量に対して耐震強度2でいうと1.25倍ですねで耐震強度3でいうと1.5倍になっているとでそういうふうな1.5倍になった住宅っていうのはどれぐらいの強度があるのかって話なんですよね。えー、うんでその、えー、っとだ壁式鉄筋コンクリート像ってじゃ何かっていうとえと、ー 耐震基準強度って1なんですよあの設計あの建築基準法上と同等の強度なんでこれ耐震強度1なんですよね。そういうものに比べて、えー、っと木造住宅の耐震強度3のものっていうのは、まあ、耐震性が優れてるのか優れてないのかっていうまあうん。 まあ正直よく分かんないっていう話なんですがあの <laughs> まあこれあの立場によってこっちが強いこっちが弱いっていうのは当然叫ばれてるんですが、まあ、これあの現実どっの耐震強度3で建った建物で、えー、っとちゃんと分かって、えー、何回も震災を あの乗り越えてきた建物ってないんでどの程度耐震強度3の方がむしろ、えー、木造住宅の耐震強度3の住宅の方が、まあ、どの程度強度あるのかっていうのは今のところ一生できててなないってことなんです、ね、うんだそういうものと比べてやっぱそのどの程度強いかどうかっていうのはやっぱ厳密的には言えないですね。えー、ただその 熊本地震の時に、えっ、ー、と、耐震強度2の住宅っていうのはやっぱりいくつか倒壊してるんですよ。で、あのその事実を受けて、ええー、まあ少なくとも耐震強度3で建てましょうっていうやっぱ風潮っていうのが出てきたのって、まああのここ数年で出てきたとは思うんですが、えー、っと。 まあ今これ撮影してる2019年なんですが2018年そういうふうなことが言われてる背景にってまあ,あんまり公には言われてないですが何かっていうと熊本地震の時に耐震強度2で建てた住宅が倒壊してるっていう話なんですよ。だと少なくととも倒壊するることが分かっっててしまってるんですねなんであのやっぱそれだとまずいっていう話になるんでまあこれは少なくとも3で建てないと乗り越えれないよっていうのが あやっぱり一生されてるんですね。で、あとじゃあ耐震強度二のえー、っと1.25倍になるのかな。1.25倍の耐震強度を誇る、えー、木造住宅っていうのはじゃあ大丈夫なのかっていうのはあまあ分かんないよって話にはなるってことなんですよね。まあそこまでやっぱサンプルが多いわけじゃないんで、えー、まあそういうことが言えないってことなんですよ。 あの壁式鉄筋コンクリート住宅で、まあ、この僕がその自信を持って、えー、この耐震性に優れてますよっていわゆる背景にあるのは何かっていうと今まで散々壁式鉄筋コンクリートであの建物っていうのは建てられてきてるんですがその中であの まともな被害に遭ったあの、まあ、住宅はもとよりその5階建てまで建てれるんですがあのそこまでの建物であと昭波っていうものがあるぐらいなんでまともに壊れた建物が一棟もないんですよ。 あの報告で上がってるまあ報告で上がってる範囲なんですがだそういうふうな裏付けが、えー、っとこの壁式鉄筋コンクリート像にはありますよっていうだこれがあの当社が自信を持って言えるところなんですよね。で一方そのやっぱ近年その例えば耐震ダンパーも結構普及してきてますが、えー、耐震ダンパーをつけたりとか、えー、まあ 耐震強度3で建ててた住宅っていうものがもちろんそれはあの体力壁が増えれば丈夫だって話にはなるんですがあのそういうふうな建物がどれぐらいの強度があるのかっていうのは、まあ、まだ立証あのされるには至ってないってことですね。うん、あのあとですねあのもう一つすごい重要な話でえっと この壁付け鉄筋コンクリート像っていうのは構造計算された建物なんですね。でその木造住宅っていうのはその構造計算された建物じゃないんでえっとその一括りに耐震強度3っていう言葉ではやっぱくくりきれないんですよもう全然。この耐震強度3っていうのはその構造の、えっと、全ての中のこの一部でしかないんで。 この一部に対してあ,のある程度優れてますって言ってるだけでその他の部分っていうのはもう全然ブラックボックスなんですね。あのだからやっぱそこがやっぱ一番問題でえー、っとまあそのいくつかっていうのってあの、まあ、まず、えーまあ、バランスですね。四分割法によってある程度のバランスっていうものは見られるようになりましたがあの平成12年の改正で。あのまあ あの、簡易法だって話なんですね。あ、簡易法、まあ、簡易でも、あの、それより前の見れてないのに比べれば、当然。あの、重要ですが、あの、み、見るようになったっていうことが。まあ、それでも、やっぱり、まあ、もう、もう一歩進んで、あの、ちゃんと。バランスを見るべきだって話ですね。で、あと。その、一階と二階の体力壁がずれててもいいっていうのが、やはり、これ。 どこかであの直さざるを得ないなとは思うんですがあの1階の体力壁の位置と、まあ、1階があって2階がここにあっても2階のこの体力壁っていうのはあの耐震的に有効だというふうに見てもいいって話になってるんですね。で現実問題で言っっってててここれがどうう動いいたのの応力っていうのはじ あの地盤まで伝わっていってないんで、やっぱそういう話っていうのはまあ構造力学として見たときにやっぱり適切ではないっていうのはまあ当然あのこれも土壌式なんで、あの誰でも認識してるんですが、あの今のところはそれは見てもいいって話になってるんですね。で、やっぱりまずはそういうことなんですよね。1階と2階の体力壁の位置を揃えるっていうのはもう大前提なんで。あの？ 木造でも設計者の人がある程度そういうふうなことに配慮して建てられてる家ともうとにかくあの耐震強度3になってればいいやって考えてる家とではもうやっぱ全然話が違うんですよねあの僕も今でこそ,その木造住宅っていうのはやらないようになってますが。 あのー、昔やっぱやってた時はやっぱり1階と2階を同じようにグリッド割りしてあの2階の体力壁の位置と1階の体力壁の位置極力合わせるようにやっぱ考えたもんなんですよね。だからそういうふうにしないと2階の揺れがそのままやっぱ1階に伝わってかないんで、あのー、うまく建物全体を揺らすように、あのー、イメージして体力壁の位置っていうものを 配置するっていうのがまあですよで構造計算した建物っていうのはあのもちろんそういうところまで含めて構造計算してるんでいいんですがあの木造の場合は、まあ、そこまで言ってないっていうのはある,あるんであのそういういうばバランスというか えー、設計者の勘どころというかセンスというかそういうふうなものがもう全然おなざりというかあのうやむやになってしまってるんですね。でなんであのその設計者の力量によって、えー、だいぶ差が出てしまうと。でそしてそういうふうなことを配慮して、えー、デザインしてる木造をあの作ってる人って、まあ、皆無なんですよ。 あのほとんどいないというか、えーまあ、一部そういうふうなことに特化して気を配られてる方っていうのはあのもちろんおられるとは思うんですがもう99%いないというかあの、まあ、構造まず構造がどうあるべきかとかっていうのを勉強してないですし。 えー、まあ、ある程度その業者の差次加減で勉強してるとは思うんですがあの、学術的なところにまでその勉強できている人ってさすがにいないと思うんですよね。もうあの各言うあの僕もできているわけではないんですよ。あのそこら辺のあの公務店の設計者とかあの。 そういうい、まあ、よくハウスメーカーの方とかに比べれば、まあ、自分で言うのは何ですがあのよく勉強して分かってるつもりなんですがとはいえあの構造設計者に比べれば何を言っとんがよお前ぐらいのレベルでしか、まあ、やっぱないんですよねその衣装設計者って言われるものはあのいやそういうふうには考えれませんみたいなやっぱりよく言われますから <laughs> あの構造をしてて。 あのいやこういうふうに考えたいんだけどとかっていうとあのこういうふうな理由でそういうふうにはなりませんってなるとああなるほどなみたいなやっぱり思うことってやっぱりいっぱいありますんでその業務しててあの構造設計者でやり取りして,てですねそういう過程を得て、まあ、少しずつそのレベルアップをしていくというかあの構造的なセンスっていうものがその磨かれていくっていうところはあるんですがその木造だけでやってると。 あのまあ、前向きにそういうふうなことを勉強することも少ないですしもともとそういうふうな構造っていうものを、まあ、ルあの耐震強度を2にしとけばいいんだろうとか耐震強度を3にしとけばいいんだろうとかダンパ波をつけとけばいいんだろうとか、まあ、そういうふうなあの分かりやすい範囲で適合するっていうレベルにとどまっちゃうってことなんですよね。 やっぱそれではちょっとやっぱりどううかなと思うんですよねだあの一番わかりやすい話で言うとあの実験してると思うんですがあの、えー、と e ディフェンスさんとかであのハウスメーカーさんとかも実験してる 等身大の家とか建てて実験してると思うんですが、ああいう建物ってあのまず一番構造的に優れてるやつなんですよ。もう構造の理想であの実験してるんですよねあの。この建物の四隅に体力壁を1階から2階まで綺麗に通して、で窓があって で真ん中に同じように支える体力壁があるっていうもうそんな理想的な家市場にないだろうっていうぐらいの,あの理想系でやっぱりあの実験されてるんですよね。で要はああいうふうなあの合理的なそこまでいかないでもあ、まあ、それに準ずるような理,理想を構造的な理想を追求して その平面プランなり、えー、立面プランなりっていうものを作っていかないとあのただ単に、えー、耐震強度を2とか3とか取ってるようではもうちょっと論外だというかあ,のあと、えー、基礎とか全然やっぱ構造計算されてないんで。 そのうまくその体力壁でかかる応力が地盤に逃げてってるかどうかっていう話ってやっぱあるんですよねさすがにあの1回の体力壁の下に起訴してない例っていうのはあんまりないと思うんですがもう起訴してなかったら全然その曲げモーメント入ってってないですよね。その土台が あのー、壊れてしまううというか、まあ、基礎にはしてるとは思うんですが、まあ、まず基礎にしてるっていうのは大前提で、えー、その基礎がそのうまくその端から端まで通ってて、えー、ちゃんとそのなんていうかこの基礎が一体的になってるというか、まあ、そういうふうな、まあ、工夫っていうのもしなきゃいけないですしだ不用意に、あのー、体力壁とかを取っていくと。 あのすごい基礎が張りだらけででコスト高になっちゃうんですよだからうまくそのグリッド割りしてあの適切なところにあのバランスよく体力壁を配置してうまくそこに基礎が来るようなあのデザインにしないとやっぱ木造住宅ってそのコストをそんなに高くしないでえ耐震強度を上げる住宅っていうのはできないんですよね。 あの僕は割とそういうの気をつけてやってたつもりなんですがやっぱりその現場見てるともう全然そんなんなってない家っていうのはやっぱりもうほとんどと言ってもいいというか、あのー、普通に、あのー、就職して設計されてる方でやっぱそこまで行けてる人っていうのはもう極めて稀ですよね正直。うんだ、まあ 自分がいかほどのもんかっていう話はあるんですがあのただ僕の場合は、えー、っと今現状で言うと、まあ、昔はそれなりに勉強してましたし今現在は構造設計者の人に見てもらってるとそういう構造のプロの人にアドバイスをもらいながらやれてるんでそれはそれでその成立してるんですよね考え方として。 だ逆にその木造住宅こそ構造設計者の人がいないんでそこまでその設計側があのレベルアップして構造的にどうあるべきかなっていうものも踏まえながらプラン設計しないとあの本質的に強い家っていうのはできないよって話にやっぱなるって話なんですよね。うんだあのー でこれは極論何かっていうとあのまず第一に構造計算した方が無難でですすよよって話なんですよあの、えー、っと設計者と構造設計者を分けるってことですね。あので構造設計者は構造設計者の視点でその建物の耐震性っていうものを考えて衣装設計者っていうのはプランとかお客様の要望とか。 あの合わせて、この構造とのあのさじ加減を見るっていう。だ、そういうふうなことをすれば、まあ、その木造住宅も当然、あの一段階。あの、概念的というか、考え方的に上に行けるというか。あの、そういう話にやっぱなるって話なんですよね。えー、なんで、その今までの話で、その。結論すると、何、どうなるか、あの、結論を言うと、その耐震。 強度3の木造住宅っていうのはあの強いかどうか立証できないよって話になるんですよ。ただ、それだけではこの構造っていうものの、一部でしか優れてるって言ってないんで、あの壁まあ壁。 壁ってすごい重要なんで、ヘキリをって、まあもう一部と言ってもそのそこは一番重要ですよもちろん。あなんですが、その他のところをおなざりにしながらここだけが強いっていう言い方では、まあ到底やっぱりその強度を証明していることにはならないっていうことなんですよね。でそれに比べてあのー、壁式 RC 造っていうものはあのー。 構造計算をして構造設計者なりの視点っていうものも入ってますし過去の実績っていうものにおいてその耐震性っていうものがあの立証されてるんでこれがどっちの方があの無難にあの強度的に優れてますかって言われるともう間違いなく壁式鉄筋コンクリート像だって話になるんですよ、まあ、中にはもしかしたらこっちの方が優れてるあの。 えっと木造の耐震強度さんの方が、まあ、優れるって言い方はちょっと分からなる、まあ、耐震的に、えーっとまあ、じ何回も揺らしたりとかして、えー、優れるケースってうん、まあ、ちょっと分からなる、まあ、ほとんどないですねやっぱその、えー、っと何回も揺らしたらもう全然その木造は揺れることでどんどん壊れてっちゃうんで極端に。 あの何回も揺らしちゃうとも絶対その株式鉄筋コンクリートゾーンが強いですね。あのえー、っとどうしても、えー、壊れながら倒壊、えー、を免れていく工法なんであその木造住宅っていうものが、えー、その最近よく耐震ダンパーをつけるっていう木造住宅っていうのはあの出てきてるとは思うんですがその耐震ダンパーのところのサイトとか見てもらうと。 えっと。筋交だと、その一回目でこういうふうに壊れますとか。あの体力壁とかだと、一回目で釘がこれだけ抜けることで、その壊れますと。で、この壊れを、あの極力防ぐために、耐震ダ暖波っていうものが有効ですよって書いてあるんですね。で、そういうふうに、えー、っと、もまあ、だ、ホームページが見られたら書いてあるんですが。えー、壊れることによって、その、まあ。 揺れることによってあの応力の大半を逃がしてるんで、だから当然その揺れることで壊れていくって話になるんですよ。あの極端にですね。でそれを防ぐためにダンパーをつけましょうって話なんですが、だダンパーをつけてもそれが半分になるだけでやっぱゼロにはならないんですよね。うんでもまあ、だからダンパーをつければまあ、壊れにくくはなっていくって話にはなると思うんですが、うんまあ、ダンパーもちょっとわかんないんですけど。 うん、もう一つの最近言われてるそのホームページによく「ダンパーをつけた方がいいですかどうですか?」っていうのをやっぱ見かけるんですがまだ言うほどその地震に対する実績ってないんで、うん、どうなのかなと思って見てるんですが、えー、そのただ木造住宅で。 その一番被害が多いその壊れ方って何かっていうとその2階がこういう風にそのまま残ってて1階が肩刈りながらペシャンって潰れてる例なんですねこれっていうのは1階の変形角の肩刈りが大きくなりすぎてこのペシャンってなってるんでこの肩刈りを抑制するダンパーっていうのはまあ有効なんじゃないかなっていうのはまあ個人的には思ってるんですがその うまく配置するそのダンパーをうまく配置するっていうのが、えー、どれぐらい難しいのかなっていうのがやっぱり思ってるんですよね。だそれこそ、えー、もっと複雑だというか、えー、この体力壁の位置の話も出てくるしダンパーの位置の話も出てくるんで、えー、この揺れに対して。 ある程度度なないいとあの強度って発現しないんですよね体力壁ってその変形することに対してその踏ん張ることになるんであんまり変形しないと強度が出ないって話になるんでだそういう風なさじ加減っていうものを、えー、なん体力壁としてどうあるべきかダンパーとしてどうあるべきかとこれミックスした時にどうあるべきかまでってまだちょっと現状いけてないんで、えー、そこまでいって。 行かないと、えー、やっぱりその耐震ダンパーっていうものが本当に地震に対して優れているかっていうのはやっぱり言えないと思いますよね。まあ、あのー、実験で耐震実験みたいなのすごい分かりやすい住宅ではしてるんですが、とはいえその木造住宅の世界っていうのは恐ろしく複雑なんですよね。その構造計算してないがゆえに、もうすごいいろんな形でいろんな構造があるというか。 えー、もうみんなやりたい放題あのやってるというか、えー、要は基準、えー、該当すればあのどんな形にもなっていいわけなんで、えー、もうだいぶ自由ですよね構造的な合理性とかをその抜きにして自由な形でできるっていうのがその木造 住宅の、まあ、メリットの一つではあるんで、まあ、当然なのかなと思うんですがすごい自由な形がいろいろあってそのそれぞれに対して耐震ダンパーってどうあるべきかとかってもう到底その立証できないというかまあ四角いせいぜい四角い形でどうあるべきかっていうのはまあ うーんまあ耐震ダンパーの会社としてはあるのかもしれないですが、まあ、まだ今後の課題なのかなと思ってます。まあ、とはいええー、と建物の傾斜を抑制するっていうのは結構重要な話なんでまあ、まあ、プラスアルファぐらいにつけられるっていうのは、まあ、当然ありなのかなと思うんですがあまりにもネットで論議があるもんで、まあ、よくある論議で。 えー「耐震2でダンパー付きの住宅と耐震強度3の木造住宅ってどっちが強いですか?」っていうのをあの質疑であるんですがいやまず「3と3にしてあのプラス、まあ、ダンパー付けるかどうかあの迷われ るの方がいいのかなと思うんですが、それとそれ比べるなよと思うんですよね。耐震強度3になってる、えー、住宅の、えー、で耐震ダンパーをつけるかつけないかでまあ、悩んだ方がいいのかなと思うんですが、まあ、でもまあ、それよりもそのさっきの話であの耐震体力壁のえっ、ー、とバランスを見るとか、えー、まあ、建物の構造的な合理性ですね。あの。 全体的にそのうまくその構造グリッド割りがされててそれぞれに体力壁がうまく配置されてるかとかまあそういうふうなことが重要です。でこの話っていうのはあの木造だけの話じゃなくて鉄筋コンクリート住宅も同じなんですよ完全に。あのえっと、プランニンニググをそのうまくグリッド割りして えっと、うまく体力壁を配置するっていうことはあの壁式 RC 像も全く同じ話なんでその1階の2階の体力壁の位置を合わせてうまく12階を同じようにあの耐震グリッド割りすることで、えっと、バランスのいいあの壁式 RC 像になりますし、えー、バランスのいい構造計画になるんですよね。だからこのの考え方っていうのはその木造と だとか、あの R. C. 像だとか、まあ、そういう話じゃないんですよ。あの構造的な、えっと、大前提の話なんで。全体的をできるだけ等分布に、えっと、考えるというか、同じような。規模感で。ええ、大小少なく、構造グリッド割りして。 えー、バランスよく体力壁を配置して、うまくグリッド割りして。まあ、それが一二回、まあ、もしくは三回、うまく、あの、連続してると。で、そういうふうな構造っていうものが。す、えー、あの、まず。構造プランニングとして、優れてますよってことなんですよね。だ。そういうふうなものを作るっていうことが。その広報を問わず、まず大切なんですよ。あの、一番。で。その上で、えっ、ー、と、さらに。 まあ候補どうするかって話なんですがまあなかなか現状そこまでい、えー、ってるプランっていうのは少ないのかなと思います。まあえー、と,とはいええーとまあ、40坪いかない36坪ぐらいで、えー、ともうこの四角い総二階だったらもう四隅は揃ってるわけですから、えー、まあ四隅できたら体力壁を12階ともに揃えればまあ それこそそんな心配されるような家に行ってならないんじゃないかなとは思うんですが、まあ、あの確認は必要ですよね納豆社でいうとあの構造的な合理性っていうものを極力考えて耐震、体力壁っていうものを配置しますあの壁式コン鉄筋コンクリート像のですね。あのだそういうふういふなと合理性を、えー ある程度守ることでその、まあ、当然コストダウンにもなるんですねあの、えー、とスラブの厚みとかも極端に厚くならないですし、えー、まあバラ,バランスっていうものがそのコストにもあの反映してくるって話にはなるんですよ。だからそういういうな ええー、ことを、えー、注意しながら、えー、デザインっていうのも当社ではしています。まあ第一回なんでこんな感じで、ええー、まああのーえー、次回から、えー、壁式鉄筋コンクリート像とえっ、ー、と木造とのまあ比較ですね。あの当社のえっ、ー、と動画でメリットデメリットっていうのを解説した動画カっていうのがあるんですが、まあそれをちょっと詳細にしていくような動画になるとは思うんですが、まあそういうふうなものをあのー、来週からまあ月曜日に更新したいと思いますんで。 あとあのどういう風な動画を上げていけばいいかなっていうのが個人的にちょっと悩んでまして、まあ、よかったらコメント欄にこういう動画見たいですとかいただけるとあ,のありがたいです。あのよろしければあのいいのを押していただけるとまたその続けていく励みになりますんでよろしくお願いします。ではあの次回もご視聴よろしくお願いします。